大丈夫3組は、乙武広忠による日本の小説。乙武が2007年から3年間小学校の教師を務めた出来事を綴ったエッセイ。監督、広木隆一、主演、国分大地により映画化され、2013年3月に公開されている。2013年3月23日公開の映画。監督は、余命一ヶ月の花嫁、広木隆一、主演は、 喋れども喋れどもから6年ぶりの主演となる国分大地。原作者の乙武博ただも赤尾先生役で初俳優出演。ドキュメンタリーではなくドラマにとの移行により、あえて主人公を原作から設定を変更された幼馴染の白石、優作にし、彼の視点で赤尾が描かれる。5年3組の子供たち28名はオーディションで選出。 コミュニケーションを取る上で撮影前に遠足や写生大会などを実施しており、また子供たちには台本を渡さず前日に台本コピーを渡し順取りで撮影された。キャッチコピーは僕らの教室に手も足もない先生がやってきた。全国197スクリーンで公開され、2013年3月23、24日の初日2日間で講習さん。 347万5、100円、動員2万8711人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第10位となった。また幅広い層から支持され、ピア初日満足度ランキングでは、首位となった。2013年12月6日から8日にかけて、アメリカ合衆国、ロサンゼルスで開催された、LA エインゲイフィスト2013では、招待作品として上映された。 5年3組の生徒、カッコは相性その他。ありがとうございます。